を振って振り鳩という技で呼び戻したいと思います。この振り鳩という技は獲物を取らせる前に教える調教の一つで、鷹匠の振る鳩を捕らえさせます。獲物を取った時の鷹は無防備な状態なので、カラスや他の猛禽に狙われやすいため、鷹は本能的に安全なところまで運ぼうという習性があります。このため鷹匠のそばで獲物を取ったら隠れなくても大丈夫だということをこの訓練によって教えます。また鷹は獲物の後を遠くまで追って狩りをする習性があります。殿様が狩りを見られないと鷹匠も困りますので、鷹にできるだけ近くで獲物を取るように空中で取る方法を教える効果もあります。鷹は餌で呼ばれると比較的ゆったりと飛びますが、獲物に対しては真剣に向かうので飛び方も違います。ちょっと近くで、鳩を振って呼び戻したいと思いますので、そのまま鷹匠が鷹を据え上げに参りますので、お客様はこちらでご観覧をお願いいたします。呼び子の合図と、振った鳩を振ることによって、鷹にこちらに注意を、注目していただいて、鷹を据え上げる、訓練になります。こちらでは、次続いて、鷹匠体験を行わさせていただきます。鷹匠体験は4名様までとさせていただきます。ご希望の方は、その場で挙手をお願いいたします。門下生が、それぞれ、こちらからお客様を選ばせていただきます。鷹匠体験では、最初の演目ですね、振り替えを、体験していただきたいと思います。この振り替えは鷹匠同士が向かい合って立ち、一方からもう一方へと鷹を拳に呼ぶという技でございます。呼ぶ方法は伝統的な鷹道具の一つであります、エゴーシという道具を使います。それでは体験者の方には準備をしていただきたいと思います。こちらの鷹匠体験ではハリスフォーク、桃赤のすりという鷹を使用いたします。このハリスフォークは南米原産ののすりの仲間で、20世紀に入ってから鷹狩りに使用できることが分かった新しい種類の鷹です。野生のハリスフォークは巣立ちした後も親や兄弟と群れになって暮らし、
共同で狩りをする非常に賢い鳥と言われております。ペットとしても一緒に暮らせる慣れやすさから、今では愛好者が非常に増えておりますので、皆様も CM や映画でおなじみになっているのではないでしょうか。ではお客様の準備ができましたら、鷹匠体験の振り替えを行っていただきます。体験をなさったお客様にはぜひご感想もお伺いしたいと思いますので、お願いいたします。それでは準備ができたようなので始めさせていただきます。まずこちらからあちら側へ、呼びたいと思います。お願いいたします。見事に決まりました。大きな拍手をお願いいたします。それでは次にあちら側からこちらへ、鷹を呼びたいと思います。